ゴールデンウィークの U ターンラッシュがピークを迎え、 JR 広島駅では上りの新幹線を中心に混雑しています。連休最終日となった今日、午前中の JR 広島駅の新幹線ホームは家族連れなどで混み合いました。楽しかった。おばあちゃんと一緒に塗り絵とか遊んだこと。10連休ですかね。子供が好き勝手に楽しんでまして、私もゆっくりさせてもらいました。じいじとばあばに会いに。節約ですね。実家でゆっくり過ごして、お金はあまり使わないように。 JR 西日本によると、山陽新幹線の上りの混雑は今日がピークで、広島を発車する列車はのぞみは夕方までほぼ満席、みずほとさくらは終日ほぼ満席です。またゴールデンウィーク期間中の利用者は去年より2割ほど増えているということです。